トです。違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、ヤクルトスワローズ対巨人2対2の引き分けでした。田口投手ナイスピッチングでしたね。要所要所を締めるピッチング最高です。でもね、もう連勝や思ったら点取られて、やっぱり巨人簡単には連勝させてくれないですね。でも村上選手ナイスホームランで、村上選手ね、三冠王への道突き進んでますね。いやー、楽しみで楽しみで仕方がないです。そしてですね、心配なのが山田哲人選手ですよね。今日練習にも参加してなかったということで、やっぱり下半身何か抱えてそうな気がします。もうこうなったらね、山田哲人選手、責任感で試合に出続けてくれてたとは思うんですけども、ちょっとね、完治するまで休んでもらいたいなぁと僕は思います。なんとかね、もう山田哲人選手がいなくてもジャイアンツと今日引き分けですから、もう若手がね、もう頑張ってくれてますから、山田哲人選手ね、ちょっと完治してほしい。本当に心配です。あと、明日は金久保投手です。どんなピッチングしてくれるのかめちゃくちゃ楽しみですよね。金久保投手今年爆発しそうな気がするんですよね。明日勝ったらもう勢い乗ってくれそうですよね。明日皆さんでまた応援しましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、金久保投手頑張ってください。